どうもこんにちは。昨日は偶然の再会にびっくりしたわね。こっちはびっくりどころじゃないわよ。まさか妹の結婚式であんたたちなんかと再会するなんてね。ちょっと、なんかって何よ。なんかっていい方ってものがあるでしょ。あら、ごめんなさい。駆け落ち女とでも呼ぶべきだったかしらね。は？人の旦那と駆け落ちしたあなたにはぴったりの名前でしょ。まさかあなたたちが妹の婚約者の姉夫婦だったとは。こっちだってまさかの駆け落ち先バレで最悪よ。ああ、うまく逃げ切れたと思ったのにな。まさか堂々とあなたの実家に住んでいたとは盲点だったわ。アパートも職場も変えてたし、てっきりアキラと県外でも出ているかと思っていたのに。ちょっとちょっと、もう彼は私の旦那さんなのよ。気軽にアキラだなんて呼び捨てにしないでくれる？え？旦那？まさかあんたたち入籍しているの？あなた、アキラさんが戻ってくるのを諦めて、意外とすぐに離婚届出してくれたでしょ？だからそれが分かってすぐに私たちも入籍したの。今や、向こう夫婦として私の実家でうまく暮らしているんだから。しかも向こう夫婦ですって？いいでしょう。ちょっと待ちなさいよ。入籍はともかく婿夫婦って、あなたのご両親はこのことをご存知なの？はぁ、娘が人様の旦那に手を出して駆け落ちしたっていうのに、そんな男を婿として受け入れるなんて、そんな親が妹の義理の両親になるなんて絶対に無理。あのさ、それぐらいよく考えてよ。馬鹿正直に自分の親に略奪婚ですっていう娘が一体どこにいるもんですか。え？親にはもちろん略奪婚のことも駆け落ちのことも秘密よ。彼は親から絶縁されたかわいそうな天涯孤独な人って説明してあるんだから。はぁ？彼の親が超毒親で、好きでもない女と無理やり結婚させられ、生活費として給料全部取り上げられてたかわいそうな人って設定なの。何よその、嘘 100% の設定は。まさかその設定でご了承したとか言わないわよね。ご了承しなくても普通に受け入れてくれたわよ。え？うちの親感動物に弱いから、この設定で一発 OK。 すぐにうちの婿になりなさいって言ってくれたの。それで今は堂々とあなたの実家で婿夫婦を演じてるってわけね。どんだ食わせ者のマスオじゃない。今じゃ幸せに婿夫婦やってます。幸せにね。捨てられた私や子供たちのことを何も考えずに毎日のうのうと暮らしているんだもの。それは幸せな日々でございましょうね。ああ、待って待って、子供のことはもちろんちゃんと考えているわ。彼なんか特に子供のことを今でも心配しているんだから。自ら捨てておいて何が心配よ。ほら、一応彼のことは親と絶縁して天涯孤独って設定だからさ、親に子供がいるってバレたら面倒だから子供のことは伏せているの。だからね、これったらけなげに我慢し続けているのよ。は？子供たちに会いたくても誰にも愚痴をこぼせない毎日、そんな環境で彼はずっと子供たちのことを思っていたわ。時には涙するくらいにね。そんなけなげさがあるなら養育費でも謝罪の慰謝料でも払ってくれませんかね。駆け落ちしてから早4年、一度も支払われたことないんですけど。こういうのはお金じゃなくて心の問題でしょ。別なことは言わないでよ。は？でもこれでついに堂々と残した子供たちに会えるわね。アキラさん、とっても喜んでいたわ。弟があなたの妹さんと結婚してくれて本当にラッキーよ。は？堂々と会えるってどういうことよ。私は大事な子供をあんたたちにも元旦那のアキラにも絶対に会わせるつもりはないからね。元旦那としてはでしょ。それなら大丈夫。これからは親族のおじさんとして会えばいいんだもの。あ、私の弟とあなたの妹が結婚するのよ。つまり私たちは親族関係になるってこと。親戚なら盆正月に堂々と会いに行ければよね。はあ、アキラさん本当に喜んでいるの。これからは残した子供に堂々と会えるぞって。きっとお子さんもアキラさんに会いたがっているわよね。会いたがっているわけないでしょ。アキラが駆け落ちした時、息子はまだ1歳。
父親の顔なんて覚えていないし、自分を捨てた父親になんか会いたがるわけないわ。父親の顔覚えていないなら、なおさら好都合よ。これからは親戚のおじさんおばさんが、たくさん可愛がってあげますからね。誰が合わせるもんですか。ふざけたことを言うのもいい加減にしなさいよ。自分たちのしたことを棚にあげて、よくそんなことが言えるわね。ママ、めでたい結婚式が終わったばかりだし、落ち着きましょうよ。親族同士が仲悪いと、あなたの妹さんもかわいそうじゃない？は？駆け落ちした末の略奪婚ってことを知っているのはあなただけなの。親も弟もごまかせているし、妹さんにはあなたからいい感じに説明しておいてくれるかしら？はぁ？もう過去のことは水に流してあげるから、仲いい親族付き合いをしてあげて、とかなんとか言っておいてよ。そしたら全てが丸く収まるわ。何一つ収まってなんかいないわよ。まあまあ、これも何かの縁だと思うし、ね。まさか弟の婚約者の姉があなただったなんてね。昔のことは水に流して、これからは親族として仲良くしましょうね。流れるのはあんたたち自身でしょ？え？私は絶対にあんたたちのこと許さない。だから安心して島流しの刑行ってらっしゃい。は？島流しって、どういうこと？駆け落ちした責任も取らずに消えた浮気カップルがまさかの場所で見つかったのよ。すぐにあなたの両親にこのことを報告したに決まっているじゃない。え？両家顔合わせの日に子供が熱さえ出していなかったら、そしたら結婚式の前にこの事実をお伝えできたのにね。男運といい私って本当に運がないみたいね。ちょっと待ちなさいよ。両親に伝えたってまさか全部バラしたわけ？略奪のことも鍵打ちのことも？ええ、すべてバラしたわよ。ついさっき駅前の喫茶店でね。え？彼のご両親にも無理を言って来てもらったわ。息子は生きてることに最初は喜んでいたけど、絶縁設定でのうのうと暮らしてるって聞いたらブチギレていたわよ。散々尻拭いをさせておいて誰が毒親だってね。そんな彼のご両親が提案してくれたわ。守るべき妻や子供を捨てた恥さらしは、ご親族が漁業で生計を立ててる離島に送りましょうってね。は？離島ですって？そうだわ。あなたも妻として一緒にどうぞ。きっとお魚をさばくのもうまくなるし、いい嫁仕様になるわよ。は？ちょっと待ってよ。離島って何よそれ。そんなところ行くわけないでしょ。私と彼はずっと幸せにここで暮らすの。ここって？うちの実家に決まっているでしょ。言っておくけどね、私たちは婿夫婦としてだらだら暮らしているわけじゃないの。お父さんたちの介護もしているんだから。そうみたいね。あなたのお父さん足を痛めて同居介護が必須みたいだし、いかにあなたたちが毎日丁寧に介護してくれていたか教えてくれたわ。そうなの、私たち同居介護をとっても頑張っているの。だから島流しなんて怖いこと言わないでよ。私たちがいなくなったら同居の親が悲しむんだから。あんたたちの駆け落ちで私や子供も悲しんだわ。自分の親の悲しみはダメで他の人ならいいのかしら。駆け落ちではあなたやお子さんたくさんの人を傷つけたと思っているわ。でもね、だからこそこれから周りの人を大切にしていこうって心を入れ替えて過ごしているの。食材の日々とでも言いたいのかしら。大体そういうことよ。だからもう昔の駆け落ちは許してちょうだいよ。お願いミキさん、ここはあなたが大人になってくれれば丸く収まるところなんだから。はあ？今は私も彼も駆け落ちのことを懺悔しながら暮らしているの。私たちを追い出したら介護を必要とする同居の親は悲しむわ。叩き出すって言ってるけど。え？確かに悲しんでおいたけど2秒後にはブチ切れていたわね。今すぐあなたたちを叩き出すって言ってたわ。え、お父さんが？お母さんも？うん。二人とも顔を真っ赤にして怒っていたわ。え？前からあなたたちのことを疑っていたんですって。駆け落ちカップルだって知ってようやく納得したって言ってたわ。え？疑ってた？あなたたち、心を入れ替えて介護をしているって言っていたわよね。うん。それはもうとっても丁寧に介護しているわ。病院の付き添いも行くし、トイレの付き添いだって毎回するし。ご飯だってうちの親に合わせたものを食べるくらいだしね。それはそれはとても優しい介護ね。でもだからといって介護費用月30万円は取りすぎじゃないかしら。え？
ご両親すべて気づいているそうよ。介護費用に使ってくれと渡した通帳から毎月30万も消えているってことにね。え、問い詰めたかったけど介護を助かってることもあるし、今まで聞くに聞けなかったんですって。心を入れ替えた人が駆け落ちの次は猫ババなんて、あなたたちの心って排水口にも詰まっているんじゃないかしら。え、待って待って待って、お父さんたち気づいていたの？いつから？通帳を渡したその月から気づいていたそうよ。ネットでいつも確認していたんですって。ネットで？年齢とともに体は弱っているみたいだけど、スマホはバリバリ使いこなしてるみたいね。あんたたちの使い込みの証拠もスクショで残していたみたいだし。なんだったら今回の喫茶店の会話なんてスマホで録音もしていたわよ。サクサクとその場でアプリをダウンロードして録音していたわ。嘘でしょ、ずっと騙せていると思っていたのに。そう思っているのはあなたたちだけ。貯金の使い込みはするし、二人でこそこそしてるして、毒親による絶縁設定を疑っていたそうよ。というわけでご両親もあなたたちの島流しの件に賛成してくれたわ。介護はプロの介護士を雇うから心配するなですって。ちょっと待ってよ。私たちみんなにきちんと謝るわ。親にも騙してごめんって言うし、あなたたちも駆け落ちること謝る。今更だけど慰謝料とか養育費とかも払うことにする。だからお願い、離島への島流しなんて絶対に嫌よ。でもこれぐらいはしないと、あなたたちって本当に心を入れ替えないと思うのよね。そんなことない。今回はマジのマジで心を入れ替えるわ。水垢一つない排水口になるわ。それじゃあ詳しくは彼のご両親からいろいろ聞いてね。すぐにあんたたちを迎えに行くって言ってたし。お願いだから話を聞いて。私たち本当に反省しているから。それじゃあ元気だね。今さら慰謝料なんていらないけど、美味しいお魚取れたら送ってね。アキラと葵の駆け落ち夫婦はすぐに離島へと強制送還となりました。今は親族の漁師のもとで厳しくしごかれているそうです。ちなみにまだ一匹もお魚は届いていません。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。